2月1日月曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です2月1日もう今日から2月であります <laughs> そうですね,ねまあ1,2,3月は早くね飛ぶように過ぎてしまうなんて言いますけれども本当そんな感じで1月もすでに終わってしまいまして2月に突入してきたと、はい、ねまああの区切りということでですねいろいろ いいろろニュースも変化するところがあったりとかあと今月はなんといっても確定申告がありますんでえあのでその辺のですねまあ今年はこうコロナ禍でいろんなまあ去年そうですけれが給付金が出ているだとかその辺で納税の,ねあのいろんな仕方だとかっていうのが変わっているところもあったりしますのでまあその辺り、今週はですね1週間6時台の6時20分過ぎですねここが気になるというコーナーで確定申告直前知っておきたいコロナとお金と。 えいうことで、えー、お話をしていこうと思っておりますのでぜひそちらもですね、えー、お聞きいただければと思います。まあ、月が変わって新規一点というところで髪の毛を切るなんて方もいらっしゃると思いますが、うん、私はですね髪の毛はあのできるだけなんというかあ。<laughs> 後ろに倒しというかあの切ったら最後二度と生えてこないんじゃないかとかいろんなことを思うと,な,とな,なかなか躊躇してしまうんですが、はい、やっぱね若いのはいいなうちの5歳になる子供がですねえもうあのすごい勢いで髪が伸びるんで<ー>ものすごい勢いで切らなきゃいけないんですけど今までうちの妻がですね、えー、風呂場でこう,うん、うん、少しこしこ切ってたんですけどさすがにそれうだうけにまん勘弁ということでこの間初めて子供を連れてですね、えー、美容院に おー美容院デビューですか何なんだろうね美容院デビューだよ何枚着なさ <laughs> 私の頃なんかはあの親父に連れられて床屋さんに行って座らされてどうするっていう聞かれもせずに、えー、ご狩りになるみたいなでさねもさ短めか長めか両方ぐらいしか聞かれなかったような気がするんだけどなんか細かくいろんなことをこう聞かれたりとか、えー、写真見せられてこれがいいとかあれがいいとか言いながらですねええー。 やっててましししたたよどうでしたそののお子さんの反応としてはなんかさやっぱあの髪の毛がこう落ちてくるとかゆいとかさ<ー>そういうところでこうパッパ動いちゃったりなんかしてで,あのでやっぱ向こうもプロだね <laughs> こう動いた頭に合わせてこう切るっていう技術がもうなんかすでに体得されてるらしいね。話しながらちょ,ちょっといろいろ聞いたんだけどさやっぱあのお子さん多いですからもう最近は子供がこが動いた瞬間を動いた後は必ず止まる でそこでささっと切ってまた動くまたささっと切るみたいなすごい <laughs> 名人ゲスすね<や>みたいなもうノウハウがあるんですねなんかやっぱでお子さんがねあのウェルカムなお店っていうのもねあの店によっては、ね、あの大人向けみたいなお店もあるじゃない、はい、だからあのお子さんがウェルカムな店はそういうところに子供が集中するからどんどんそういう技術も上がっていくみたいな,な,るほどな話はあるみたいですけどねあ<ー>、ま、ただあの最近はね新型コロナの影響もあるんでもうあの息子マスクをしながら であの「あんまり喋んな」なんて言って喋<ー>、ええ、ら,らせない工夫として DVD 用意してたりとか<ー>タブレットで YouTube 見せたりとかですね。す いろんなこう工夫をしてますよね。まあ一応そのコロナ対策っていう意味では、ここ、あの、このね、番組のモーニングライフアップのところで、えー、東京都医師会の先生にもいろいろ伺ってますけれども、なんかフランスの事案で二人美容師さんがコロナにかかって、ただあの検査ね、が顕在化する前に、えー、130人余りの人の髪の毛を切るってもうあの仕事してたんだけども、お互いマスクをして、で、あの喋らずにこう切っていたら、えー、まあ、 こう定義上はものすごい接近するので、まあ、お互いマスクしてると今は濃厚接触にならないこところですけどかなりそう接近している場でも。お 全く喋らずにマスクもしていれば、えー、お互い感染せずに済んだという,ような話もありますのでだからね、あのー、感染対策ちゃんとやっていれば全然怖くはないんだというところでねまあでもいろいろ工夫はしてるなというのがそうですよねお店の皆さんの工夫って本当にすごいですよねまたさ、うん、美容師さんなんかさ結構お話上手な人も多いからなそうなんですよねそのお話が結構楽しみだったりも私もあるので<ー>ちょっとね残念な気持ちにはなったりはしますけどね そんなことをこうスタッフと喋っていたらスタッフの一人が「皆さん聞いてくださいよ美容師さんの業界雑誌みたいなやつに2ヶ月にいっぺんぐらいどういうトークをしたらいいかっていう特集が載るんですよ」なんてやっぱみんな 苦労してるんだなっていうねネタ集めみたいなのされてるんですかね,ね,<ー>ね本当だよね<ー>いや、私はあのどちらかというと黙ってる方なんで <laughs> 僕のそういう時にとっつきにくい客だなと思われてるかもしれませんが <laughs> さあ,あこの後8時前生放送で総稽工事アップ あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです七時台取り上げるニュースですがまずはイギリスが今日 TPP 参加を申請というニュース、えー、それから緊急事態宣言は延長に向けて調整本格化、えー、そして昨日は立憲民主党の党大会が行われております、えー、さらに宮古島で自衛隊が医療支援を開始しました、えー、そして中国の海警法も今日施行される

えー、今日から2月でありますで2週間後16日火曜日から確定申告が始まるということでね、えー、いろんなキャンペーンなんかも始まっております、えー、国や自治体からさまざまな給付金が、えー、去年2020年は、まあ、コロナの影響でね、えー、個人や事業者に支給をされてますけれどもこれがですね実は給付金ごとに課税か非課税か取り扱いが異なってくるということがありますで、えー、今週1週間間はこ、ねえー、この時間こうした確定 申告に役立つ給付金ごとの課税非課税の扱いと、今からでも間に合う給付金の受け取り方について解説していきます。いや中には結構延長してっていうような対応しているものもありますんで、英語参考なさっていただければと思います。さあ,あまずはですね。 課税と非課税の原則についてであります。非課税になるのは、えー、心身、心や体、または資産に加えられた損害について、支給を受ける相当の見舞い金と定められております。で、えー、これを踏まえた上で、個人向け給付金のうち非課税となるのが、えー、まず、一人親世帯臨時特別給付金、えー、それから新型コロナに関わる医療従事者の皆さんに送られた 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金などの見舞い金でありますそれから学生支援緊急給付金などの奨学金や国民全員に配られましたあの1人10万円の特別定額給付金あれは非課税となるということなんですね。 でそれからですね非課税というと休業手当が支払われない労働者に賃金の8割を保障する制度新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金、えー、略しまして休業支援金給付金なんですね。 えそれとあの雇用調整助成金とは違うのということなんですけどあれは企業が申請して企業に支払われるものなんですがこっちはあのそういう手続きをしてくれない会社だとかあるいはあのそういう手続きをする間もなく例えば会社ごと休業してしまったというような場合にあの働いている人一人一人が申請すればその人に、えー、給付金が下りると。 支援金が下りるというものでありますでこれねあの勤務先の指示で時短や休業した中小企業の労働者が対象となるということなんですけど保険雇用保険未加入のアルバイトの人でも利用ができますだから学生さんでもやれるんですよ で調査によると対象者の8割以上がこの制度をそもそも知らないということで予算つけられてるんですけれどもそれこそ、ね、5000億とかそのぐらいの規模でつけられてるんですが1割程度しか申請されていないとでこれはまずいねということで申請の延長がすでに決まっておりますでこれ対象になる方多いと思いますので、えー、厚労省のホームページなどをまずはチェックをいただければと思います。 でここままででがあ非課税のものもありますで反対に企業や個人事業主などの事業者が受ける給付金や助成金はすべ、えー、てが特例のない限り課税対象となりますでよって持続化給付金だとか家賃支援給付金雇用調整助成金で東京都など各自治体からの休業協力金は課税の対象となります。 まあ経済的利益である所得とみなされる、まあ、課税所得になるので、えー、所得税や法人税がかかってくるということなんですね。で、えー、この時間はです、ね、今からでも間に合うコロナ給付金についても毎日お知らせしてまいります。 えー、今朝は今月15日月曜24時まで申請期限が延長された国の家賃支援給付金についてです。これ対象はですね家賃を支払っている法人と個人事業者で、えー、去年5月から12月までの間で、えー、新型コロナ感染症の影響でいずれかの1ヶ月の売上が前の年の同じ月と比較して50%以上減っているとだ前年同月と比べて半減しているあるいは 連続する3ヶ月の売上げの合計が、前の年の同じ期間の売上げと比較して3割以上減っているなどの基準に当てはまる方であります。だから単月ボコンと減ったっていうのがあれば、それで申請すればいいし、あるいは単月ボコンと減ってないけれども、いや、でも相当影響を受けてるよっていう人は、3ヶ月間で3割以上減ってれば、平均がですね、それで申請も可能なので、ちょっと調べていただければと思います。必要な書類は前の 年の売上の売上と対象となる月の売上の売上書類とそれから賃貸の契約書のであります。で東京都はですねこの国の家賃支援給付金に都内の物件に限って独自に三ヶ月分上乗せした東京都家賃家賃と支援給付金というのを行っております。でこれ都の家賃給付金の申請はですねまず国の家賃支援給付金の給付通知を受けていることが必要となりますのでまず国をやってでそう から東京都にお住まいあるいは東京都で仕事されていれば東京の方にも申請が可能になるということになりますのでまずは国の申請を行ってくださいで、えー、国のね支援期間の延長を受けて都の方も延長されてますんで今だったら国取ってそれから都を取るというのも間に合いますんで。 ねえー、15日までまず国のほうやりましょうで、えー、国の書類をもとにオンライン化郵送で、えー、東京都に申請をするというスキームになっておりますで、えー、国の家賃支援との家賃支援どちらも専用のホームページに詳しい申請方法載ってますんで、えー、まずはご覧いただければと思いますで、えー、去年家賃支援を受けた方は今年の確定申告で、えー、申請が必要とこと受ける人は確定申告来年のタイミングになるんで 一年間ずれると。ね。もうあの、年が改まってますから。え、えー、収入として申告する必要があることもお忘れなくと。もちろん経費がかかってれば経費で相殺できますんで、領収書も大事になります。えー、確定申告直前、知っておきたいコロナとお金。明日も、明日からも、この時間、今からでも間に合うコロナ給付金について取り上げてまいります。 ここが気になるプラスまずは先ほどの,あの今日はですね、えー、家賃戦と給付金とかあるいはあの課税非課税の話を中心に、えー、行いましたけれどもそうなんですあのコロナの支援って結構いろいろあると気まぐれの希隆さんさん、えー、ツイッターでいただきましたし、えー、給付金関連の情報をしっかり伝えてくれるのがありがたいと思う一方こういうのやるのがメディアのあるべき姿ですよねといただきました。まあ、あの本当にに多岐にわたるんんでででちょっとと週間で特集しても本当かいいつまんでというか一部に になっちゃうかもしれないんですけれどもあのぜひお聞きいただければと思うのとそれからねあの、アルバイトの方々にも例の個人向けの休業給付金、保証金は出るぞというところをですね。ぜひだかからあのお子さんなんな でも、バイトなくなっちゃって大変だよっていうような、えー、お子さんなんかあの、条件が合えばこれ出るということになりますんで、えー、ぜひちょっと、そういうところってね、やっぱあの、若いと、あの自分が頑張りゃいいやって言って、なかなかそういう,こう支援まで行き着かなかったりすることがあるんですが、これね、知ってる知らないで、だいぶ損か得かになっちゃいますんでえ、えー、こういうところはね、ちょっとこういうのもあるよっていうのを共有していきましょう。結構、ね、ツイイイッタターーののムランン見るとあのヤフージャパンの暮らし のホームページだとか、あるいはこれはポテト。 っていうですね。えー、確かこれあの若い人たちがやってるあのー、メディアツールだと思うんですけれども、えー、そういうところでコロナ対策の使える制度を分かりやすくまとめているサイトなんかもありますんで、でリンク貼ってくださってますんでね、えー、見ていただければと、まあこういうところからもおいろいろ情報を取っていただければというふうにも思います。さあ、あそしてスタジオ長官各地が入ってました。ざーっと言いますと、まあ今日はね、えー、休み明けということでバラバラという感じですが、えー、例えばこの後お送りしますイギリスの TPP 申請だとかは。 産経が一面トップえー、それから中国との絡みあの会計法については後ほどやりますけれども日本経済新聞は、えー、グアムの海域を、えー、中国のお資源調査船などが調査をしているぞと、えー、他国の EZ 排他的経済水域の中での調査というのが結構やっていてであのー、異常にその数が多いということが、えー、出てきております軍事資源両に並みということなんですけれども特にこ域の海 海底調査ちゅうのがですね。これ、あの？それこそ海関係の人とかに行くといや海底の地形っていうのは？ 陸上の地形以上に今や大事なんですよっていう話がねえー、どこだったら潜水艦が隠れられるかとかどこだったらバレるかみたいな話っていうのは海底の地形図がないとそれこそあのー、潜水艦っいうものはですね座礁したりとか自分の場所が分かったりなんかするとそれはもうあのー、鉄の艦王家なんていうねあの風に、えー、形容されたりもしますけれども狙われたら反撃の能力はありませんのでそういう意味では忍者なんですよ隠密なんですよばれちゃいけないんですよだからこそ 海底ののの地形というのが大切で,でその辺をです、ね、じゃ中国の探査船がどこをどうやって調査してたかみたいなのを見るとグアムの周りでこう網の目のようにですねずっと動いてるっていう様がこの日経の一面の挿絵には出ていてなるほどと同じように動いてるところが南シナ海だったりとか一部東シナ海もというようなこと、まあ、これが先,先ほどの海警報の話にもつながってくると。まあ、あのー いきなり灰色の船軍の船を出してくるんじゃなくてただ着々と準備してるっていうのは覚えておかなきゃいけないことなんだろうというふうに思いますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップでは お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています 2月1日月曜日時刻は朝7時を過ぎました7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんですでは最初のニュースこちらですイギリス今日 TPP 参加を申請イギリス政府は今日2月1日 TPP 環太平洋パートナーシップ協定に正式に参加を申請します EU 離脱から1年の節目に申請する象徴的な意味合いもあり TPP 発足メンバー以外からの参加申請は初めてです。 まあ、ああ一応、実現すると日本で2番目の経済大国として参加と、なんかまさかイギリスが最初に来るとはねというようなことも思いましたもともとね、えー、EU、イギリスのですね EU 離脱とともに、はい、日本との間の FTA <A>、えー・自由貿易協定をですね、えー、締結してという流れがありましたから、はいえー、そうなるとやっぱり事実上です、ね、まあ、TPP 参加という方向に流れてくるのかなと、えー、でもう一点が、ですねやっぱりあのイギリスの国内外の事情でしょうね。う 国内事情としては、あのやっぱり EU 離脱を受けてです、ね、あのスコットランドの、えー、まあサイドのです、ね、不満が出てきてて、またしてもその、えー、イギリスからのです、ね、離脱みたいな、えー、ところが出てきた、はい、まあそういった不満を抑えるためにも、将来的にはこういう成長的な、ね、選択肢があるんですよということを示していかなければならない、まあ、そういう国内事情もあれば、はい、あの国外事情としてはです、ね、やっぱりあの中国に対する牽制、だから香港からの移民を受け入れますよというような と,ところと、ええまあ、ワンセットになってきてるのかなと思いますね。あ<ー>ね あの返還前に香港に生まれた人はみんな来ていいよっていうような、そんな発表がありました、ね、ねえだからあの、あるいは安全保障上の,、ねまあ、あの軍事の面でも、ですねこのアジア地域へのえプレゼンスの強化みたいなところもイギリス出してますからね。なんか今度空母、新しい空母をこっちに回してくるみたいな話がありますね。ねあのですから、その一環なんだ、そのワンピースなんだというふうに考えてもらっていいと思いますね。で加えてててやっっぱり TPP いいうううとととともももはねこれ改めて言うまでもないと思うんだけど、はい あ,のある種、のでですすねある種ですよ中国包囲網という、ね、意味合いを色濃く持っていた、まあ、とはいってもですねこれは別に安全保障上のということよりも、はい、ルール同盟が、えーまあ、ルールというのは2つあってですね、はい、1、えー、一つはですね、えー、国内法と、えー、国際法でどういうふうな位置関係になっているんですかとまあ条約とかね、えーはい、ということを含めてということなんですけども中国の場合は圧倒的に国内法を優先。 えー、そういった国際法については、全く無視をするというスタンスというよりも、すね、はい、自らの手で新しいその法的な枠組みを作る、えー、というルールを作っていくというね、うはい、だから戦後のです、ね、そういった既存の枠組みを全部ぶっ壊すんだみたいなところにあった、それに対する一つの抑止という中で、はい、この TPP、ですからあのそういった意味で言うとあのこあの、紛争解決手段といったんですか、はい、これがこれ明確化されていてですね、 ただ、中国を入れるとそう本当に従うんですかというところになってきますからえだから、中国としてはえそういった TPP の,の紛争解決手段よりも国内法優先というところにどーっと引っ張っていくでただ、それは日中間で二国間で例えば中国を入れてしまって守りますよと言っても入ったとたんにですねそれを壊すというところに動きますからねでそれを日本だけで抑止できるかというと難しい。だかららそこの厳厳格格化化いくら格化して 入ってくるときに守る守ろうと言っても、入ってからそれを壊すというのがね、中国の上土手段ですから、そうなると、やっぱりここではイギリス、あるいはアメリカを入れといて、その中での,そのね連携っていうのが必要になってくるのかなと私は思いますけどね、うんうんまあ、その意味では、だから今回のこの動きっていうのも、日本としてはウェルカムというような部分が大きい。 <laughs> っていうのがありますよ、ねええ、だから先ほど申し上げたように中国としてはね非常にこう自分たちの力は強いから、はい、まあ,あの入る時にね、うん、いや全てのルールというかとい、ね、あの決め事は守りますよと言っていっ、うん、入ってくる、ねはい、で入った途端にですねそれを壊していくっていうスタイルを取るんですよ。ですからあのそういったことをだから。 TPP ってのは11カ国のです、ねはい、合意がなければ、えー、入ることはできない、うん、日本だけの思惑では、ねえーまあ、入れる、入れないは決められない、ですから、やっぱり、ね、TPP11 カ国が表則を揃えて、ねはいえー、まとまっていくことができるかどうかっていうのが、一つ大きなポイントだと思いますけどねこういうところの常と手段で、中国は格好撃破をしようとしていきますもんね。ねはい、はい えー、このまあ中国と国際法というところのお話後ほど、えー、会計法というものが今日にもお発行するんじゃないかということがありますので、えー、スクープアップのゾーンでも詳しく7時40分お話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言延長に向けて調整本格化 7日に期限を迎える新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言をめぐって菅総理大臣は今日2月1日から延長に向け本格的に調整をします、えー、政府は首都圏の1都3県や関西3府県などについては宣言の延長をする方向で調整を進めております一方感染者数が減少傾向を見せている栃木県については宣言の解除も検討されているようです えー、今週諮問委員会を開いて専門家から意見を聞いた上で判断をするということだそうですが、はい、<coughs> あのやっぱりですね今回緊急事態宣言に、えーえー、踏み切った。 ということについて言えばです、ね、もともと大前提として言えばです、ね、菅政権としては、えええー、この緊急事態宣言を発出する予定というか、ね、考えはなかったと、えー、ただ、えー、世論であるとか野党の動きに押されてしまって、はい、やっぱり発出せざるを得なくなった、ですから、えー、そういった点でいうと、どうなんでしょうね、やっぱりその最初の時にに、ね、発出するにあたっての基準といったらいいんですか、はい、あのというのがあ,ある意味で不明確だった。うん、だからこれをを解除する時もです、ねはい、やっぱりどどう何をベース 何を基準に解除したらいいのかというところが、これはきちんと決まってないというのは、私は実態ではないかなと、じゃあ、実質の部分はどうかというと、はい、やっぱりそもそもやっぱり医療提供体制、これは非常に大きく逼迫してきていた、中でもですね、はい、東京都ですよね、重症者向けのですね、えー、ベッド数が、はい、あのかなり逼迫している、ね、あるいは医療従事者の数が足りないと,というところで、ある意味で、あの近隣自治体3県を、ですね、はい、千葉なんていうのは十分足りない。 なぜ小池、えー、知事と同調して官邸、えー、行って時間談判するんだというね、はいえー、あるいは黒岩知事は、ですね、ええ、神奈川県のそういった状況を全く把握してない中で、まあ政治的思惑で小池知事と同調するっていう,う、まあ、ですから大混乱の中っていうのかな、緊急事態宣言が発出されていった動き、だから、優れれてこれはももとと東京都の問題だだったんですよその後に大阪だとか、えー、他府県もですね、似、ねはい、たような状況。 続いたんでねんその辺が見えなくなってしまいましたけどもだから東京の医療提供体制じゃあ、えー、発出前と発出後発出最中では変わったのかってほとんど変わっていないんですよね。 とすると、やっぱりそのあたりをです、ねえー、きちんと改善といったらいいんですかね、えー、受け皿を広げていかないと、はい、やはり、えー、すぐ解除して、はい、また元のお組み合わせという状況になりますから、解除にあたっては、ですねそのあたりがどの程度充実したのか、うんえー、厚みを持ったのかっていうところが目に見えるような形にしないと、無理だと思いままあねあの、東京都もようやくなんかあ都立病院だとか、公社、はい、の病院とかを、 ほぼコロナ専門のような形に作り替えるというような話を出してきましたけれども、うん、これ、結構前々から言われたことですからねだからなぜ去年の春ですよ。 の段階でやっってこなかったのかってていう問題がありますすよねで加えでのそのあたりスムーズに、ねえー、目詰まりをなくすようにするためにはです、ね、今、あの国会で感染症法の方ですね、もともとはそういった病院に対する、えー、勧告、要請っていうのは、えー、特措法の中で決められていた、えー、ただ、その権限を持っているのが、えー、要請する権限を持っているのが、えー、都道府県。 でであっっってて、うんはい、国は入ってなかったんですよねそれに関しては都道府県知事の経験で,で、うん、これがその感染症法の方で、えー、取り扱うことにして、えー、国の,その権限を持つようになった、だからこれ、今、議論している最中ですから、しかもこれ、事実上のです、ね、強制力を伴うというかな。はい ちょっと踏み込んで言うと、ある種、病院の試験を制限する、だって、その勧告に従わなければ、これ、もどうかと私は思いますよ、病院面の公表だっていうね、そう、そのようですね、世の中のバッシングで、なんか抑えつけようとしてるねちょっとそういうところ違和感も感じる、ちょっと違和感もそうは。だから、それが十分かどうかは別としても、ようやくこういった体制が出てきたというところですから、今、議論してる最中なんですよ。だかからてちょっっととたないう 感じがしますよね。うんだからその辺をこの世の中の空気じゃなくて、ちゃんとしたこう権限と責任みたいなもんで。整理がつけらんなかったのかと、ね,うん、ね、有事と平事をこう切り分けるみたいなことっていうのは。なんか結局ぬるっと言っちゃいましたね。その、ねね。だから、そういった点で言えばね、えー、あの、なんか野党はね、今になって、はい、ええー、なですか、その、えー。きちんと説明責任を果たすべきだみたいなことを言ってますけども、立憲民主党とかね。とは言ってもね、その私権の制限と、あのタブー視して、えー、そこの議論に、えー。 全く乗ってこなかったじゃないかと。 なんかこう、試験の宣言というと、短絡的になんか憲法のね、改憲になるんじゃないかみたいなところを思ってで、今でもそのね傾向は強いから、ここについては非常に後ろ向きですよね、今、さっき飯田さん言われたように、試験の制限って何,何もいたずらに全部やれって言ってるわけじゃなくて、平時とその有事を切り分ける、その有事になったときに、やっぱりえ一定程度の試験の制限は必要だよねという、そういう議論なんだから、なんでそこに対して、 えで非常にこう後ろ向きなのか、うん、やっぱりこれは野党もですね責任を感じるべきだと思いますけどねでこれ、法律案を見ると、その有事と平時の真ん中にグレーゾンみたいなはい、はい、延重点まん延防止措置でしたっけはい、はい、なんか、そこ、なんか、だからそこがね、不透明になってしまってうん、あのなんていうかな、その試験の制限の重みといったらいいんですかね、はい。 それ本当に理解してるんですかあと、確かにね、あのーまあ、グレーゾーンを作ることによって、段階的に準備するみたいなことはい、はいまあ、必要なのかもしれないけれども、そこの立て付けをきちんとしておかないと納得いかない、それともう一つやっぱり、試験の制限をする以上、保証とワンセットなんですよ。 必ずそうなりだから、まあ、国債訴訟が起こったときに耐えられるんですかっていう問題もありますからね、やっぱりそこはきちんとやるべきだと思いますけどね結局、だからあの病院なんかに聞いても、こうコロナの患者さんを受け入れるってなると、まあ、病床もこうどんどんつく作っていくって結構、人も必要だし、だからコストばっかりかかる部分があるんですよと、ねで、公立の病院はそこ税金で結構補填あるけど、われわれそういうの一切ないですからねと、ねだその辺も保証っていうのも,もう必要になってくるかもしれないですね。 Mm-hmm. 一時札幌医大の問題が大きく取り沙汰されたじゃないですか。で、ああいったケースが出てきちゃうんですようちは受け入れないよみたいな、旭川でもありましたよね、アメリカ医大の。で、民間の方に任せておけみたいなふうになっていたけれども、そうですよね、病院の経営だけを考えたらそうですけど、ただ、世の中全体を考えたら、周りが止まらない地域医療の問題とかね。考えたらいやそれ医療 従者としてどうよって思うんだけどもただ、飯田さん言われるようにでもねとやっぱりそこで働く人たちの生活を守らなきゃならないよねっていうところがあるわけですよそしてもう1つ用意していたニュース立憲民主党昨日初めての決闘大会が行われましたまずは挨拶をする江戸の代表です今年中に必ず行われる総選挙において政権の選択肢となり多くの国民の皆さんとともに 自公政権を倒して、立憲民主党を中心とする新しい政権を作ってまいります。ということで、昨日都内のホテルで、まあ、あの、立憲民主党、名前は同じですけれども、あの、国民民主党の人たちを受け入れてっていうことで、一応新しくなったんで、初の決闘大会と、あ初の党大会という、えー、ことだそうで,すで、そうは言うけどさ、はい、この決闘大会必要 <laughs> 今回、あの、コロナの影響でっていうことでね、えええーえー、基本はオンラインでみたいな感じだったそうですけど。何がどう変わったのか今の演説では全然わかんない。<laughs> これまでと。変化がわからない。ええ、<laughs> 以上。 <laughs> まずい、あと2分余っちゃった <laughs> いや、でもこれね、衆参合わせて150人以上が入ったということになってますけど、支部隊の連合、まあ、連合というか、個々のこう労働組合なんかを見ると、ええねえー、国民民主の方にうちの組織内候補は入れるよっていう人が、あね、組合が出てきたりとか、トヨタの労組なんかそうみたいです、ね、で加えて、です、ね、トヨタ全労組に関して言えばですよ、ええ、要するに自民党との、ね、与党との協力体制もこれから模索 だから、どうなんでしょうね、やっぱりこの野党、特に立憲民主党、社民も含めてね、はい、労働組合をベースにしているところっていうのは、これからですね一本化してというのかな、えー、組織だって動くことは、うんえ組、労働組合という一つのパッケージングで動いていくことは、もう難しくなったんだろうなと、<ー>無理だと思いますよ。ね、ででででややっっぱぱりりすすすねね、えー、なんかかののの動きを見ているとじゃあその、えー、ですかそ何 組合含めてね、立憲民主党の左側にいる人たちと、じゃあ、組んでやっていけるのかどうなのか、例えば、憲法官巡っても、これ、会見を必要なのか必要じゃないのかっていう問題巡っても、水と油なんですよ、そこは。今まで一緒にやってきたこと自体がおかしな話であって、だから立憲民主党としてはね、そういった組織票といったらいいんですかね、これ、かつてはね、やっぱり55年体制下においては、全有権者の2割っていうのは組織票だったんです だからそれを一つにまとめるということは、やっぱり国政を伺うという点で、非常に大きな存在だったんだけども、ここは今、ほとんどバラバラの状況になってますからね、あんなに勇ましいことを枝野さん言ってるけども、じゃあどうやってね、無党派層というか、組織票以外の票を集めてくるのか、立憲民主党の個々の議員見ても、じゃあ、個人の支援団体があるのか、後援会組織があるのか、ないんですよ、ほとんどが組織頼み。だから、非常に展望厳しいと思いますからね。 以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです宮古島で自衛隊が医療支援開始新型コロナウイルスの感染拡大で医療体制が逼迫している沖縄県宮古島市では災害派遣要請を受け現地入りした陸上自衛隊の看護官が昨日からクラスターが発生している高齢者施設で感染者への医療支援活動を始めました 人口およそ5万5千人の沖縄県宮古島市では31日までの6日間で130人の新型コロナ感染者が新たに確認され医療体制が逼迫しているということです、まあ、看護官自身も PCR 検査で陰性をまず確認してから入っているということで、うんまあ、あ薬の提供、入浴、食事解除、健康観察などに当たると。うん あのこういった、ね、災害派遣ていうのは、はい、これ、意外と理解されてない方多いんだけれども、うんえー、自衛隊の本来業務ですからね、うんあの、ですからそういった意味で言うと、本来,、まあ、本来業務っていうと、なんか国土防衛のところばっかり目がつってしまうんだけれども、こういった災害派遣,要請災害派遣についてもです、ね、うん、法律上きちんと明記されてるんで、うん、それはやるべき仕事なんだろうなと思いますけどね。うん、ただそそその一方でももなぜこうい た、えー、宮古島を含めて、ねうん、医療体制が逼迫しているのかどうなのか、こういったところをやっぱり見ていかないと、物事の、ね、問題の抜本的な解決にはつながらないだろうなと、やはり宮古島などではです、ね、うん、特に夜間休日診療、この体制がものすごく希薄なんですよ。はいあのー、ですから、えーまあ、夜間だとか休日になんか病人が出てしまうとです、ね、うん、対応できないという状況がずっと続いてきた。うん、そういった中で,です、ねうん やっぱりこういった、はいえー、感染症が拡大してしまうと、こういう状況が起こるんだとそうするとね。うん、やっぱりその医療体制の充実を常日頃から。 やっておかなければならないと、いやいや、なんか一応有事が起こったら自衛隊から言えばいいじゃないかではなくて、もともと住民のですねあの健康不安というのはずっと変えてきたわけですからね、はい、そこにどうやって、まあ、これを、ね、個別の自治体ごととか、例えば沖縄県とかにですね、あのー、全部丸投げしたんでものんと解決しない、国としてそこをどう向き合っていくのか、うん、どういうふうにその、えー、スムーズに、ね、そこを回していくのかっていう、ねえー、ところを、ですねこれを機会にしっかりと、これ、宮古島だけじゃない 例えば北海道であるとか、はい、あるいはそういった間僻地ではですね、えー、その深夜、えー、休日のですね医療体制の脆弱さっていうのは、常に日頃からか抱えてますからね、やっぱりそこ,とそこに対してどう医療提供体制を、えー、も持っていくのかっていうところは、これは国家的な課題だと私は思いますけどね。うんまあ、今までと考えると、うん、結構その コストをどんどんどど削減するなりをしてってっいう、ええ、どちらかというと、サイズを小さくしよう、小さくしようって圧力が働いていたと思うんですが、ええ、結局、それが脆弱なところ、今回出てしまったということになりますよねそうですね、それとあとです、ね、ええ、なんかこういし、そういう時に解決策としては、医師会に頭を下げてみたいなところになっちゃうんですよ <laughs> これね、ね要請しかできないっていう、まあ、法律上もそうなっちゃってる、ええっていうところですかだからあの、いや、あの夜間ききあの休日、診療体制を充実図ろうとすると、<ー>医師を派遣 看護師を派遣してもらう。はい、で、えー、看護師の方はですね比較的そこ前向きなんだけども、医師の方はやっぱりそこに対して何ら、えー、かの、えー、なんていうのかなあのバックと言ったりですかね、はい、見返りと言ったりですかね、えーえー、というのがやっぱり必要になってきますからね。えー、そこに対して予算をどうつけていくのか。 でこれ自治体ベースでは相当難しいんですよ平時からそういう仕組み作っておいてはい、はい、それが有事になったらもうちょっと強制力を持ってやれるっていう仕組みに変えるとかって、ねええ、確かにそういうところが今今回それが弱さとして出た感じですかね、ええ、で加えて、まあ、もう少し、ね、都道府県単位で見ていけばその偏在がありますからね、うん、その辺りは続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニューーススをスクププアップ、えー 中国の海警,法今日施行中国海警局に武器の使用を認める権限などを定めた海警法が今日施行されます海警局は軍と共同で訓練を行うなど事実上の第二海軍となっていて海警局の船舶は沖縄県の尖閣諸島周辺で日本の領海への侵犯を繰り返し緊張の一層の高まりが懸念されております 先日、あのバイデン大統領と菅総理大臣が電話首脳会談をしましたけれども、尖閣の安保5条適用は確認をしたと。 ということですが、はい、まあこの法律は話題にはならなかったようですね、どうなんですか、ね、うん、まあ表に出てるところはですが、まあえー、あの話題にならなかったとっいうことが、問題なんではなくてね、要するにこれはもう織り込み済みなんですよ、<ー>この問題については。はい、えどうしてかというと、大前提でいうと、ですね、えー、国際海洋法、まあ、法という名前はついてますけども、はい、国連加盟国間によるですね加盟国の中におけるですね条約の積み上げですよね。はい、だからそののの中に例えばラインといいうううはどううものな のか了解って何なのか、うんうん、あるいは無害高校とは何を意味するのかみたいなところが全部決まっていて、はい、まあそこで、えー、トラブルが起こると、その国際司法裁判所に、えー、かけて紛、はいえー、争解決をするとか、そういう仕組みが作られている、まあ、それをトータルのものを、えー、海洋法というふうに考えてもらっていいんだろうと思うんですが、はい、もちろんね、中国は国連加盟国ですから、えーえー、この海洋法の範囲というかです、ね、に縛られてるわけなんです。 本来ところが、例えば領海、あるいは e z 一つ取ってみても、いまだに古い概念である中国は、大陸棚の延長っていうところを主張していて、それを曲げないんですよ、そこがあるからこそ、例の南シナ海の問題というのは発生してくるわけなんですけれども、そういった点でいうと、海洋法は守りませんよと、うちには影響を及ぼしませんよということを明確に明言している。って そ紛争解決手段である、はい、であの司法裁判所等々には、えーね、我々は従いません結果的にそこで出てきた判決については、えー、無視しますということを明言している、うん、そういう国なんですよね、うん、だからそういった国際法秩序を近、はい、づくで変えようと言ったりいいのかな無視するというとちょっとねあのニュアンスが違ってしまうんだけども、えー、自分たちの思惑でそういったルールを変えていこう ね戦後秩序を変えていこうというのがまあ中国という存在だからその中における会計法。うん っってていいいいいうにけもららたんじゃななのかなとですから、冒頭ね折り込み済みだというのは、はい、要するに中国とてのそういうところをずっと続けてきた国なんだから、<ー>まあこういった海警報の、ね、そこっていうのも当然あり得るだろうし、えー、やってくるだろうという、うんうん、そういうこと前提で動いてたということですね、うんまあ、あの大陸棚の,の延長という話がありましたが、そのまあ、大陸があって、そこから海があってと、で海のこう浅いところっというのは、まあ、陸の延長だろうということで、俺たちの海だと。お 排他的経済水域に組み込めというような、でその主張の下で、南シナ海があの下がベローンと長く伸びるような球団戦というもの、を全部俺たちのものだとで、えー、これやっぱり海警法に関しても、ベトナムだとかフィリピンが激烈に反応してますよね、その辺ののとといいうう相当あるということで,、えーえー、ですから、それをです、ねえーまあ、実行力を持って、もっと言えば軍事力を持って、自らの主張を守るというのがね、うんえー、権利を主張するというのが、この海警法の持つ本質が意味ですから。 うそういった点でいうと、はい、要するに既成事実の積み上げをおっしちゃって、ね、いや、えー、いや、あそこに別になんか基地を作るつもりはありませんよとかね、あるいは、えー、何か施設を作るつもりはありませんよといつの間にかできてるじゃないかとそうです、ね。パラセルやスプラトリーってそうなってますからね、ね3000メートル級の滑走路まで作ったうそうです,、ね、ですから、そこをですねじゃあ実力でもってそれを守るというのが、まあ、その守るための前哨となるのが、この、えーねえー、会計局の方なんですよね。はいでまあ そして、それに対,抵する対抗する軍事的勢力が出てきたら中国海軍だとか中国人民海軍が出てくるというそういう立てつけになってるわけですからねこの表向きはある意味日本でいうところの海上保安庁だったり、うん、アメリカでいうところのカーコーストガードのような、まあ、白い船になってますけど、うん、指揮命令系統はあれ確か中央軍事委員会だからもう本当その第二海軍まさにその通りみたいな感じですよね。海上保 保安庁だとか、はい、オーストガードの船を見ると、えー、なんかやっぱりちょっと軍艦だとは違うじゃないですかそもそもそういう目的で作っていないですねませんからね、うん、で海警局の船っても軍艦そのものですからね色だけ塗り替えたんじゃないのかっていうようなぐらいのね、えーまあ、得意技といっちゃ得意技ですけどもうん、えー だから、それにどう向き合っていくのか、はい、だから当然のことながら、その、ね、枠組みの中でアメリカも見てますから、うん、これはやっぱり尖閣は当然ですね、はいえー、日米安全保障条約の対象になる、ねえー、それは当然の結,結,結論として出てくるわけですよ、うん、ただそうは言ってもですね、尖閣というのは、要するに日本が何もアクションを起こさないで、<ー>えー、アメリカ軍がね、えー、守ってくれるということではない、やっぱり自衛隊がまず出ていって、 <で>でその上でアメリカがフォローアップするというのが、この安保のです、ね、本質ですから、はい、じゃあ、まあ、そもそも論としてね、じゃあ、自衛隊として、えー、そこをどう守るんですか、もちろん自衛隊はそこを、ねえー、きちんと戦略考えてると思いますけれども、ただ、この日本国民としてね、はい、それを支えるために、自衛隊をバックアップするために、どういうふうに意識を持っていったらいいのか、えー、これ、我々わ日本国民に突きつけられた課題だと私は思いますけどね。最初は解放が 出ていくっていう形で、うん、その後、自衛隊がっていう、まあ、今、そういう立て付けにこうなってますけど、まあ、その辺をもうちょっとこうシームレスに運用できるように、領域いい警備法を作るべきなんじゃないかというのね、うん、あの自民党の部会からもそんな意見が出てきてますけれども。で加えてです、ね、うん、海上自衛隊の,あの人員不足ってのは、私、非常に気にかかるところなんですよ。はいえー、だから、えー、そういうい点で言うとときちんとねああのー、まあ えー、そのパワーのところでねハードのところで足りてるのかどうなのか。 というところをもう一回、ね、見直さないとで、それ予算の問題なのかい、国民の意識の問題なのか、はい、そういったころも含めて、ですねえーーやっぱり国は、えーまあ、き,ちきちんと検証してみるべきだと思いますけどねうんそこへ行くとあの、イージス・アシュアの代替で船作るっていう、一、うんまあ、隻あたり300人ぐらいの人があれ動かすには必要になるから、はいはい、そっちに人取られちゃうよっていうような話も出てきてますね、えー、だって、えー、ね。 あのですかそのイージス艦がの人員が足りないから、はい、イージス圧勝案になったわけでしょ、そもそも陸上に。陸上にん陸あなったわけですからね、うんそれを元に戻すわけですから、うん足りてるんです、この部分だけ取ってみても足りてるんですかと。海上自衛隊の人員不足って はい、定員割れしてるってことについては、えーえー、なんかあまり知られてないんですよね、えー、う,んうん、うん、だからそういう問題をはらんでいて、かしかも中国がこういった動きを強めている中で、本当にそれでいいのかどうかというね、うん、ところはですね、まあ、すぐに問題解決につながらないにしても、えー、問題認識をやっぱり共有しないとだめだろうなと思いますけどね。じゃないと現状変わっていかない変わってかい、うん、ってかないってことは、どんどん深刻化するってことで結構これ、時間ないんじゃないですか。 だからね、あのー、そのあたりでですね、えー、えー、やっぱりその国会でもね、なんか、腫れ物を扱うような扱いじゃないですか。ええー、ええ、ええ、安全保障の話っていうとね、えー、一言はその話するだけでね、ね右派だ、みたいなことを言われたぐらい。だと言われたし、あるいは、ええー、条件反射みたいに野党は反対するし。うん、会見につながるんじゃないかっていええー、メディアは否定的な報道をするし、うん、話し合いで、中国と話し合いでって。ええー、え、えー、えー、そうですね。話し合えばうん いいじゃないのよっていう話になってきますよね、うんえー、なんかそんな本出してますよね <laughs> 反権力は正義ですかはい,は,いはい。<laughs> ありがとうございます去年のこの時期に出しましてまだまだ売られております <laughs> たくさん残ってますからね <laughs> おっしゃる通りなんですよ <laughs> ありがとうございますまあ、えー、ということで、えー、中国会計法、えー、今日施行というニュースからまあ日本を取り巻く安全保障環境の話まで、えー、していただきました ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています 飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください